ギャラクシー？ガシャット？ショッカーに栄光あれ。こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、テレビくん9月号です。通常のねテレビくんにこのような今回エグゼイド9玉が付録としてついております。そしてねこの新しい仮面ライダービルドの情報もね盛りだくさんでございます。はい、今回はテレビくんの方は置いときまして、エグゼイド9玉ですね、これテレビに登場してるんですけども、もうかなり前の話ですね。キューレンジャーの第7話で、誕生日を取り戻せという話で、バランスが誕生日だったんですけども、それで、敵の方もなんか誕生日を奪ってしまう敵が出てきまして、それをね倒しに地球に降りてくるんですけども、そこでなぜかショッカーのスペースイカデビルというのがね出てきまして、まあ、それ映画の方に出てるんですけども、そこで、ラッキーとスティンガーが戦ってる時にですね、ちょっとね敵が強すぎて司令に助けを求めたら、じゃあ新しい9玉あるからそれを送るよと言って送られてきたのがこのエグゼイド9玉で、それを使ってみるとエグゼイドがポンと出てきまして、それで一緒に戦うわけですね。そして最後に必殺技を放ったのが冒頭にやりましたその必殺技の場面ですね。なぜかそのラッキーが Q ソードに9玉をセットしてギャラクシーっていうのをギャラクシーと言って、で、M がガシャットをセットすると、ガシャットっていうところにガシャットというふうにね、反応したりね、そういう場面がありました。そんなかなり前の話なんですけども、なぜかこの時期に立体化ということで出ましたね。まあ、予告はね、東京おもちゃショーの頃から発表されてたのでね、東京おもちゃショーでもこれがねディスプレイされていたんですけども、今回やっとねこれが出ましたので、それでは早速組み立てて鳴らしていきたいと思います。はい、こちらもね出雲通りのね付録の9玉と同じように袋に入っております。セット内容も、いつも通りでね、この6つのパーツを組み立てて完成させていくものですね。説明書に作り方が書いてあります。こちらですね、ここから 1,2,3,4,5 と番号順にパーツを合わせていくと簡単に組み立てられます。まずこのナンバリングのところですね、仮面ライダーの KR ですね、これを下に向けて、こちらの底のパーツ、この認識ピンがある底のパーツをこちらに入れまして、9玉のまあどちらでも大丈夫なんですけども、片方をねこちらに入れまして、そしてこの中の9玉のパーツを下の部分にがっちりはめます、はい、そしてもう1個の9玉のパーツをパチッと止めて、そして最後にフレームのパーツをパチッと止めれば
エグゼイドキュータマの完成です。マースライドはこのような柄ですね。このフレームの、ね、色が銀色なのでデラックス仕様となっております。はい、それではまずはセイザーブラスターで音声確認をしていきます。音声的にはね、オリジナルで新しい音声が入ってますけども、ちょっと劇中とは、若干違うところがありますね。まあでもちゃんとね、音声がエグゼイド用に、レベルアップとか相まあ仮面ライダーとかね、そういうのが入ってるので面白いですね。はい、それでは9連合で発光絵柄を見てみます。はい、ということで今回はテレビくん9月号の付録キュータマシリーズエグゼイドキュータマをご紹介しました。まあこちらもね、特別なキュータマで、戦隊のアイテムに仮面ライダーの要素が出たということなんですけども、仮面ライダーの方ではキューレンジャーのガシャットとかね、そういうのが出てないので、そっち側のコラボというのをね、話の中ではキューレンジャーの方にエグゼイドが出て、で帰っていってこのキュータマがね消滅してですね、でその後のエグゼイドの方には、なぜかラッキーが居合わせるというね、たまたまそこにいたという、それでよっしゃラッキーみたいなね、それで一緒に戦うというね流れでしたけども、エグゼイドの方にはキューレンジャーのねアイテムみたいなものはないの、今のところないので、もうエグゼイドも終わりになってしまうのでね、もう出ないんですかね。このエグゼイドキュータマはね、まあ番組の本編に登場したので春に出たんで、春の第7話ですからね、出たのが、それで今夏になって発売されるっていうのはちょっとね、もうちょっと早めに出して欲しかったかなとは思いますけども、あとはねちょっと音声が、セイザーアタックで鳴る音声がですね、テレビの時の音声とは違うというところがね、こちらはねレベルアップで鳴るんですけども、テレビ本編の方ではセイザーアタックの後にエグゼイドのレベル1の変身音がね鳴って、エグゼイドのレベル1がね登場するっていう流れだったので、まあさすがにね、この
星座ブラスターに、レベル1の変身音は入れられないということなんでしょうけどもね。まあそのあたりはしょうがないかなと思います。まあ自分でね合成してちょっとやってみようかなとは思いますけどもはい、ということで以上トイズガオーでした。